皆さんこんばんにちは。日本気象協会の都築です。新しい年になりました。今年もよろしくお願いします。ところでお雑煮は召し上がりましたか？今回は日本気象協会で働く人たちのお雑煮を大公開。とても豪華で食べてみたいというものから、嘘でしょという珍しいお雑煮も、ドッキリワクワクお雑煮大特集。まずはオーソドックスなこちら、自分の家名古屋のお雑煮です。具はお餅とかまぼこ、鶏肉、正月菜、白だしで味付けをしました。正月菜ですが、お正月の前にだけ出回るんで不思議に思っていたら、正体は小松菜なんですね。あ、この都築農場と私都築は関係ありません。続いては衝撃的ですよ。じゃん、なんとすまし汁の中にはお餅のみ。シンプルイズベスト。実はこれ石川県金沢市のお雑煮なんです。その代わりおせち料理が豪華で、鏡餅は紅白なんです。続いてはこちら、だしはハマグリでとって、牡蠣も入っています。丸いお餅だそうですよ。奥さんが広島出身という方のお雑煮です。お次はこちら、けんちん汁っぽいですね。これは岡山県倉敷市出身の方が送ってくれました。全く姿は見えませんが、お餅は丸だそうです。同じ岡山県でも北の方に行くと、こんな感じで卵が乗ってます。ほうれん草とごぼうもあって彩り豊かですね。続いては三つ葉と柚子が乗っていて、上品な白味噌仕立て。お餅の他に大根、人参、豆腐も入っています。こちらは大阪出身の方からいただきました。ちょっと京都チックなんだとか。お次はイクラが入ってます。その他お餅、しいたけ、鶏肉、人参、合わせ味噌で味付け。山形県酒田市出身のお母さんが東京で開発したものなんだとか。あまりに美味しいので、1月10日過ぎてもまだお雑煮を食べているそうです。いくらなんでも食べ過ぎです。いくらときたら鮭。昆布とスルメの出汁に刻んだスルメ、白菜、人参、ごぼう、こんにゃく、里芋、焼き豆腐などが入ってます。餅は四角で、焼いてからちょっと煮込むそうですよ。こちらは奥さんが新潟県出身という方に送っていただきました。同じく海鮮つながり、こちらも美味しそうです。頭のついたエビとナルト、三つ葉、鶏肉が入ってます。北海道の函館出身の方から送っていただきました。さてここで異色のお雑煮をご紹介。じゃん、異色っていうかおしるこ。あ、そうそう、西日本では粒の入ってるおしるこをぜんざいと呼ぶこともあります。まあどっちにしても間違えたのかなと思って聞いたら、小豆雑煮という鳥取県のお雑煮だそうです。味付けはおしること同じく甘い地域と塩味のところがあるんだとか。ちなみに写真を撮ってくれた人のお宅では、おしること言っても同じものが出てくるそうですよ。カオスですよね。驚いた後はこちら、福岡県出身の人に撮っていただいた博多雑煮。ブリが入っています。だしは甘みと旨みのバランスが絶妙なあごだし。あごだしはトビウオのだしです。お餅の他にはしいたけ、焼き豆腐、緑の葉っぱはカツオナというそうです。そしてこちらは長崎県のもの、おばあさんのお家で撮影していただきました。こちらもカツオナが入っています。カツオナはお正月の時期に出回るそうで、この地方のお雑煮には欠かせない野菜なんだとか。ところで沖縄県にもお雑煮ってあるんでしょうか？隣の席に沖縄出身の人がいたので聞いてみたところ、お雑煮はないけど中身汁というものを食べるそうです。で、送っていただきました中身汁。中身汁の中身とは豚のもつのこと。もつの他に豚肉と椎茸、こんにゃくが入っているそうです。
お正月はもちろんお祝いの時に食べるそうですよ。もつの処理が大変なので下処理済みのものを売ってるんだって。ここまで日本気象協会のみんなの写真でしたが、なんと一般の方からも送っていただいたのでご紹介いたします。こちらは宮城県の気仙沼のお雑煮、イクラやホタテが入っているのが特徴です。続いては仙台の少し南の地域のお雑煮です。こちらもイクラが乗って豪華ですね。どうやら宮城県ではイクラを入れるのがスタンダードなのかもしれません。ご協力ありがとうございました。いかがでしたか？家庭ごとの工夫もありますが、地域性もあって興味深かったですよね。お餅って面白い。天気 JP では週末の天気がわかる2週間天気を発表しています。明日土曜日の日中は日本海側の雪も弱まって晴れるところが多いでしょう。前線が近づく九州では夜は雨が降り出す見込みです。あさって日曜日は前線の影響で西日本は雨が降るでしょう。北陸は日本海の低気圧の影響で雨になるところが多い見込みです。これまでに降った雪が屋根から落ちてくることもあるのでご注意ください。来週の週末は西から天気が下り坂に向かうでしょう。30日の日曜日は九州から関東は雨や雪が降る見込みです。天気 JP では全国各地の2週間先までの予報が見られるから週末の予定を立てる参考になさってくださいね。ではまたねー。